なあ、ルカ子。はい。お前は。男だよな。はい、そうですけど。お前は俺のこと好きか？え？いきなり何を？好きか？その尊敬してます。この気持ち封印しなくちゃいけないから。ありがとう。お前にはこれからもずっと俺の弟子でいてほしい。それでいいか？え、はい、もちろんです。ルカ子、お前は去年この神社の倉庫で古いパソコンを壊した覚えがあるか？古いパソコンですか？そんなものうちにはなかった気がしますけど。僕パソコンはよくわからなくて、毒に触ったこともないんです。父上に会わせてくれ。古いパソコン？確かにそんな記憶がありますね。見てきましょう。ちょっと待っていてください。Thank you.
見つかりません。なくなっています。倉庫の鍵が壊されていました。何者かが持ち去ったかもしれません。持ち去った？重いものを引きずったような跡がありました。年末に大掃除をした時にはあんな跡はありませんでしたし、鍵も1ヶ月ほど前にたまたま確認した時は壊されていませんでした。まさか泥棒に入られるとは。じゃあ警察に届けないと。ここにないと意味がないんだ。あの岡部さん、なんだかよくわからないですけど、気を落とさないでください。そんなことどうでもいいの精神ですよ。その言葉、使い方が間違っているぞ。明日もあるの？うん、明日だけじゃなくて明後日もあるの。Thank you.
さてさて、マユシーは明日早いからもう帰るね。俺はパスだが、助手が行きたいそうだ。はあ？ちょっと岡部、何勝手に捏造してんのよ。さっきまで興味津々な様子で真由里のコスプレ話を聞いていたではないか。そうだけど、誰も行くとは言ってない。行こうよクリスちゃん。断りよ、人が多すぎて息が詰まりそう。今日と比べるとね、2日目はそんなに多くないよ。午後から来れば快適そのものなんだから。人気のある同人誌なんかは売り切れちゃうけどね。岡部がついていきなさいよ。あんた、真由里の保護者でしょ。違うよ、真由里はね、オカリンの人質。はいはい、そうだったな。人質に逃げられちゃまずいでしょ。手錠でもかけて同行すれば。俺にはこの秋葉でやらなければならないことがある。何よ、やらなきゃならないことって。無言ってことは団に行きたくないだけか。クリスティーナ、話がある。また？相変わらず唐突ね。またとはどういう意味だ。別に。なになに、話って何？あのね、最近オカリンとクリスちゃん仲良しさんだよね。いつも二人で話し込んでるもん。マユシーも秘密の会議に参加したい気持ちでいっぱいです。タイムリープマシンについての協議をしているだけだ。おそらくマユリが参加してもチンプンカンプンだと思うぞ。そしてこれからクリスティーナに話そうとしているのは、いかにしてこいつをコミマへ行かせるかという内容だ。マユリよ、期待して待っていろ。ふぅっはっはっは。あ、うん、わかった。ありがとね、オカリ。というわけで、クリスティーナ、コミマに行くつもりはないから。お前さっきまたと言ったな。ここでこうして1対1での相談を何度もしているということで間違いないか。ついに記憶に錯乱が見られるようになったか。狂気のマッドサイエンティストさんはアセチルコリンが減少してるんじゃない。真面目に答えろ。あんた、なんか変よ。頼む、答えてくれ。答えるも何も、岡部がさっき言った通りよ。もう 4,5 回くらいこうして外に出て2人でタイムリープマシンをどうするかについて話してる。俺がタイムリープしていることについては。
してるの？かれこれ10回以上だな。え？そんなに？何勝手な真似してんのよ。上司に励まされるとは屈辱だな。なんで屈辱なのよ。せっかく優しくしてやったのに。本当、いちいち偉そうだな。同情などいらない。すべては俺の軽率な行動が起こしたことだ。自業自得なんだって。上司にこの話をするのはかれこれ4回目か5回目くらいだが、毎回こうやって自虐的になるな。俺の心配より真由里の心配をしてくれ。おそらく真由里は明日死ぬ。どんな死に方かはわからない。お前には悪いと思うが、明日真由里の死を見届けてほしい。だから小見間に行けって言ったのか。死は回避できない。抵抗は無駄だ。お前は見届けて俺に連絡するだけでいい。お前からの連絡が来たらタイムリープする。真由里が死ぬのが分かっていながら何もできないなんて、全然実感が湧かないけど、事実なんでしょうね。あんたの目を見れば分かる。大丈夫？大丈夫じゃない。真由里を助けるためにはまだ。真由里のこともそうだけど、私が聞いたのはあんたのこと。俺がどうしたって？あんまり気負いすぎないで。言っただろ、俺の心配より真由里の心配をしろと。俺は明日桐生萌香を探す。できれば真由里に痛い思いをさせたくないがな。だったら今からタイムリープしちゃえばいい。この世界線においていつがデッドラインなのか、それを見極めておかないと計画をうまく立てられないだろう。こんなこと言うとなんだけど、私は真由里が死ぬところなんて見たくない。気持ちはわかるが、頼めるのはお前しかいない。随分信用されてるのね。
何しろお前は俺の助手だからな。